こちら地肌につけて少し持ち上げてあげて、クリップで挟んでいきます。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆきと申します。よろしくお願いいたします。今回は大きめのクリップ2つを使ってまとめていく簡単なアレンジのご紹介です。ぜひ動画を見てやっていただけたらと思います。まずは絹糸のストレートアイロンを使って毛先を巻いていきます。軽く挟んで滑らせて内巻きに整えていきます。後でまとめた時に内に巻いてあると綺麗に中に入りやすいので癖付けをしておきます。まず後ろを2つに分けて結んでいくんですけど、ちょっと斜めにこう取って分けていきます。トップの部分をこんな感じで斜めに分け取ったら一度結んでいきます。あとは襟足に残った部分もすべて集めて、先ほどと違う方向にこっち側に結んでいきます。左右ちょっとずらして結んであげるのがポイントになります。上と下で結び終わったら結び目を押さえて引き出していきます。下の部分も結び目を押さえながらちょっと緩く引き出していきます。ほぐし終わったら分量の多かったこちらの毛先の量が多い部分をちょっとコンパクトにしていきます。毛先にゴムをもう一度ずらしながら巻きつけて、こんな感じでお団子状にしておきます。と前からもシルエットを確認して顔周り少し引き出していきます。くり毛は細くもみ上げ部分残しておきます。ともみ上げ部分はストレートアイロンを使って波ウェーブに作っていきます。ここからクリップを使ってまとめていきます。まずはこちらの分量の少ない方から毛先を上に持ち上げてクリップで挟んでいきます。次にお団子にしてた部分も留めていきます。こちら地肌につけて少し持ち上げてあげてクリップで挟んでいきます。こんな感じです。最後に前髪や遅れ毛部分にバームをつけて質感を整えていきます。大きめのクリップを使うと前からもちらっと見えて可愛いです。仕上がりはこんな感じです。